ノインキルヒエン・アムブラント。ノインキルヒエン・アムブラントは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のホルヒハイム群に属する、市場、エアランゲンの東約12キロメートルのヘッツレス、ベルクの麓に位置する。この町の歴史にとって、重要な年号は、アウグスティナー市教座制度3次改良の、 ノイン・キルヒエン・アム・ブラント修道院が設立された1314年と、市場開催権が授与された1410年である。ノイン・キルヒエンは、1803年に、バンベルク市教領と共に、バイエルン領となった。1886年から1963年までの間、エアランゲンからエシェナウェの近郊鉄道が通っていた。第二次世界大戦後、故郷を追われた。 人たちがノインキルヒエンに移住した。その後、この町は、シーメンス社がエアランゲンに進出したことによる大幅な人口増加を体験する。これにより、古い町の中心部周辺に、たくさんの新しい住宅地が整備された。だが、この町は、現在、純粋な住宅都市ではなく、様々な工業業者や営業業者が存在する。 この町の工業業者で最大の雇用者は、ウンカーシュナー・エイクソン・ファブリックである。ノインキルヒエンは、今日、ニュルンベルクイコールエアランゲン経済圏の一部となっている。この町の経済はその大きな部分が、ミッテル・フランケンに属するニュルンベルクやエアランゲンに関係しているにもかかわらず、19世紀以来の伝統により、今日も、なお、行政上は、 オーバーバフラン,ケンに所属していることとについいいて全く問題がななは言えないこの町は公式には11の地区からなる。このうち孤立農場などを除く集落を以下に列記する。エルムロイとはシュバーバッハ渓谷の上部に位置する人口800人ほどの集落で、かつては独立した自治体であった。この集落、かつてはアーポールート、または アーアンブロイトと呼ばれたは、おそらく11世紀に開かれた、エゴルフシュタイン家の所領であったと推定されている。文献上初めて現れるのは、1128年のことである。エゴルフシュタイン家から、エルムロイトの半分は1400年にエシェナウのニクラス一世、フォンムフェルプ人のバーバラムッフェルに、残りの半分は1422年に、ニュルンベルクのピルクハイマーに、 さらに1453年にはその議定のペーターフォン、バットに引き継がれた。この後者は結局1464年にニクラス3世、フォンムッフェルが獲得し、エルムロイトの全域は1549年までニュルンベルクの貴族一門、ムッフェル家の所領となった。1449年の第一次、辺境白戦争でひどく荒廃し、領主が転々とした後、 1796年にこの村はプロイセン軍に占領された。プロイセン軍は1798年まで駐留したが、1800年にはこの村の君主権獲得を断念した。1803年1月1日にこの村はバイロイトに編入された。エルムロイトは実質的な小規模経済の構成を築き上げた。果樹園はこの村の経済にとって、 重要な役割を担っている。1950年代の初め、多くの農民が生活するのに苦しいほどの小規模な生産人でいた。彼らは近隣の都市へ通勤しながら生産できる作物を探した。現在では、この副業として営まれている作物が地方経済の大きな部分を占めている。1971年にこの町は独立した自治体の地位を失い、 市場長のインキルヒエンに統合された。クラインゼンデルバッハ、イゲンスドルフ、グレーフェンベルク、ドルミッツ、ウッテンロイト、マーロフシュタイン、ヘッツレス、ランゲンゼンデルバッハ。ノインキルヒエンは、例えば正金曜日の更新のように多くの伝統行事を持つ、主にカトリックの町である。これに対して、エルムロイト地区では、プロテスタント信者が多く住んでいる。第二次世界大戦後の、 故郷を追われた人々の移住やその後の流入人口の増加により、ノインキルヒエンにもプロテスタント教会ができ、彼らのキリスト教会が2000年に建設された。1500年頃からエルムロイトには多くのユダヤ人が住み着くようになった。彼らの多くはニュルンベルクからやってきたと推測されている。1933年、ユダヤ系住民に対する 差別的行動が始まった。1938年11月9日から10日の全国的ないわゆる水晶の夜では、エルムロイトでもユダヤ人が暴行を受け、シナゴーグの居住設備やインテリアが破壊され、墓地の破壊士が倒された。1938年には19人のユダヤ人が住んでいた。このうち15人は1939年強制連行され、 ナチスの命令により殺害された。わずか4人となったユダヤ人はアメリカに保護された。町の景観を形作っているのは、保存されている指紋、かつてのノインキルヒエン・アムブラント修道院、数多くの木組建築、中世の10分の一勢倉庫である。エルムロイトには、祭事場に改装されたかつてのシナゴーグがある。その他の見どころとしては、城と教会が挙げられる。 バス路線がエアランデン、エッケンタール、それから本数は少ないがホルヒハイムへ通っている。近隣の鉄道駅はエアランデン、エッケンタール、イゲンスドルフ、エシェナウ、カルヒロイトにある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。